こんばんは。はい。こん,ん、えー、特証翻訳家の柳下基一郎です、えー。映画ライターの渡辺真牧です。二、はいえー、人でですね、はい、こうしてあの映画言いたい放題大放談という YouTube 番組を、えー、やっております。今日で三回目ですね。はい、はい。で、まあ私と柳下さんはもう座って、ボツボツテレビブロスで、あの、えー、映画のレビュー。 いや、星取りとかやってるんで。まあ、そのいつも月末に。その月に公開された映画の。まあ、ネタバレありで、言いたい放題。をやろうかということに。なってまして、まあ、それ。三回目、はいえー。そうですね。あの、ブロスの。えー、これ、あれですかね。テレビブロスって書いてあるんですけど、テレビブロスでいいんですか、今。テレビブロス。うここに何を。いや、わかんない。もってテレビ、テレビなないからも、テレビブロスなくなったのかなと思って。 テレビブロスの,、えーまあ、あの YouTube 放送をで、えっと、最初はんだっけ、えっと、アカデミー賞のを見ながらねアートっーダー行って一番いいとこ見逃してたりする <laughs> <laughs>、えー、番組だったんですけど、まあ、それが好評を得まして、えー、ここにこうやって、えー、月1で番組を持たせていただいて。 ありがたいこと大体月に1回ですね、毎月最終週ぐらい、まあ、7月もほぼ最終日ということですけど、最,最終週の金曜日に、えー、こうやってやってます。で、まあ、あとあの、コメントも、なんかいろいろ、えっと、あると <laughs> コメント。 え、質問があれば、え、何か、あの、ユーチューブにメッセージを。いただければできる範囲で、回答したいと思います。現行にお答えできるご質問は回答したいと思いますって書いたんですけど、どういう意味やね。それはと思いますよね。はい、まあ、回答できる範囲でそうですね。あの、言えないことは言えない。それで、まあ、今回のメニューはですね、まあ、今。大ヒット中のミッションインポッシブル、レッド。 レコーニングパートワン、はい、長いタイトル,がタイトルです。す上映時間も二時間四十三分。<laughs> もっとい。うん、で、これを、まあ、まず、お話しさせていただいて。あと、えー、パール、サントメール、ある被告、イノセンス。うん、この辺をさらっといきまして。はい、まあ、今ちょっと、ニュー、秋の、はいね、ニュースを、スをはい、いくつかやって。 <え>はい、タイトル言った方がいいのかなまあ最後は、えーっと「君たちはどう生きるか」宮崎さんの最新作、はい、まあなんかこれも大ヒット宣伝何もしてないのに大ヒットという感じですねもう私も平日の二時の会に行ったら若い子だらけでびっくりしましたそのまだ入ってもう満席ですよ 若い子とこ 元気にお腹出した女の子たちがいっぱい来てて。<laughs> それでエレベーターに一緒に乗ると、分かんなかったね。<laughs> みんな言ってて。おそらく君たちはどう生きるかってこう宮崎さんから問いかけられてて。一番問いかけそう、それで行かなきゃとかって思って行ったら、分かんなかったっていう感じなのかなって <laughs> ど。どう行ったらいいのかなっていう感じだったっで分かんなかったのかなと思って、<laughs> そういう人たちはもう一回行くかもしれないで、いい商売かなとか思いましたね。<laughs> はい、はい、それではまずは「ミッションインポッシブル・デッドレコーニングパート1」はい、1> で, <laughs> で,で 1> <laughs> 私は気に入ってるんです分、はいうん、私はあのー、アクションが。 なかなか良かったなと。ストーリーはよく分かりづらくて、ああ無理やり難しく、めん複雑にしてる感が割と強かったんですが、ええ、アクションがかっこ良かったんで、かっこいいっていうか、なんかちゃんと見どころになってた。まああの今回一番話題というか、最初からまあ売りにしてた、うん、あのバイクで崖から飛び降りる。お、ホンダのバイクですよあれ。ホンダバイク。ホンダのバイク素晴らしいですね。何台,何台バイクをおしゃれにしたかわからないんですけど。<laughs> うん あ,のあれシーンがありましたけど、うん、あれさメイキングのシーンって見ましたあ見た。メイキングの方が怖くないああメイキングの方が怖くな、ね、すごい不思議だなと思って現地あのメイキングは本当にやってるからうん、うん、やばいやばさが伝わるんですけど映画で見るとまあほぼ同じなんですけど。 CG じゃないですか、いや、結局。あ、いや、ここの、あの、台をつけてるでしょ、うん、あの、メイキングの時は。うん、あれだけ消したみたいで。もちろんいやそう、もちろんそうなんだけど、だから、あとはみんな同じなんだけど、その、いや、なんかね、もう、もはや、CG で何でもできちゃうって分かってるから、うん、そのと、CG で飛んでも分からないじゃないかっていう。ああああああ 反対に、ねうん、だから CG っぽくあんまりよくできてると CG っぽく見えちゃってうん、うん、メイキングの方が本当にやってるスタントだからあ、ね、ああのやばいスタント感があってちょっとそれらね見ておえっと思いましたね。だから一番いいシーンを残すもんだから、うん、それが CG にあんまりよくできてると CG に見えちゃうみたいな感じ、ね、そうそうそうあそれはあるかもしれないうん、うん、でも私はあれがずっとこの映画ってなんか BMW ばっかり使ってるのね。ははい、はい BMW でフィアットも使ってたんだけどだけどあのシーンだけやっぱホンダのバイクを使うところが素晴らしい信頼感やっぱ軽量で大変丈夫素晴らしいですねトム・クルーズチョイスが偉いホンダホンダホンダのスポンサーもらわないとねただねストーリーのああいう AI の最新の AI の話をしていながらなぜか鍵 <laughs> 鍵ね鍵,鍵しかもこうえそれで来てきたのそうそうそう鍵何それでもこんな鍵よね <laughs> こんな鍵でちゃんとこう宝石までさこう入れてそ,<う>それを二つカキンと合わせ、うん、なんで最新の AI に鍵が必要なんだっていう気がしましたけど、ね、ていうかそもそもの話として その鍵をね要は2つの鍵があって2つ組み合わせないと使えないっていうのはなぜか分かってるんですよねうん、うん、最初から、うん、分かってるんだけどその鍵をどこに挿すのかどこに刺すのか何の役に立つのかっていうのを誰も分かってないまま、うん、それをずっと追い,追い続けるわけですよ、うん、トム・クルーズは。で、まあ、これはそのいわゆるところの、えー レッドヘリングというか、マクガフィンと言われるね、ヒチコックス先生のほう有名になった。あの要は、えー、物語を動かすための何かアイテムがあって、うん、何でも構わないんだ。うん、それ何でっても構わない。その通りなんですけど、最初から最後までそれが何のためなのかわからないものをずっと追いかけてるって、さすがにどうなんだよ、これはと思いますけどね。 まあ、パート1なんで、次 <laughs> いやいやいや、最初からだってさ、トム・クルーズがさ、これは、あの、わかんないけど、これは重要なもんだ。でもほら、これが、<分>これは地球の、人類の運命がかかってるんだって言って、で、何のために使うのかわからないでも、ほられはあれ最初の、あの、あの潜水艦のシーンで、うん、あの使い方を話してたじゃん。いや、だからさ、あの人ってったみんな死んじゃったじゃないまあ、死んじゃった <laughs> あ死んじゃったんだっけ、死んじゃったんだよ、あれで全員。 あのアバンタイトルが長かったね。30分。そうそうね、タイトル出るまでにね。30分で、今回タイトルないのかなと思ったら忘れた頃に突然出てね。<laughs> あれがまさかアバンだったとは、うん、びっくりしちゃった。今までアバンタイトルで一番私の記憶でな長かったのは、リービングラスベガスの15分だった。<laughs> 数えてる。カウントだ。それ以上だ最初はなんかあの部分は、あの、パート2に回すつもりだったらしいんですかね。 アバンところだから長くなったっていうあ,あそうなんだでもあのでもなんか女優さん好きじゃなかったな誰だっけヘイリー・アトウェルがなんかヘイリー・アトウェルをみんなが一生懸命助けようとするのに「えなんで?」とかちょっと <laughs> いやいやいや女性はみんな助けないけ <laughs> ないんかそういそれすっごい言ってたよね、うん、俺の命より私の命より君の命が大切だとかさ、うん などうしたのトム君とか思わなかった。え今の時代にゲームをしてんのみたいなさ <laughs> なんか異常に言ってなかった <laughs>、まあ、っていうかねそのなんかしすごいさ話として話としてっていうかなんか作りとしてこれありなのみたいなのが、まあ、要はその、えー、レベッカ・ファーガソンがさ レベッカハーガソン,あんいいガソンと、なんか結構、なんか二人で。でちとねね、デートとかしてんじゃないですか。うんうん、デートとかしてるくせに、あの、はい、ここまでよってな感じで、すごい。無惨に退場させられて、うんうん。でも、あれは。病院交代みたいな。あれはまた出てくるんじゃないの。出てこないかな。かれわかんないけど。まあ、わかんないですけどね。でも、レベッカハーガソンの方が全然かっこいいよね。<laughs> でも、まあ、ああ、あいいあのアイパッチでやってる、なんか、わ、かっこええとか思っちゃった。 なんかそそれれに比べるとい <laughs> いやそれを言っちゃおしま,い <laughs> まあでも最後の私がやっぱ好きだったのは「オリエント急行」の使い方が大変優れてて素晴らしかったですね。であのこう屋根の上のアクションと中のアクションとこう2つ分かれてるじゃないですかだから前のほらインディーの屋根の上のアクションがあまりにものろのろしてたので <laughs>。 まあ、じいちゃんはあの時はじいちゃんじゃないんだけどさ <laughs> まあそれに比べると今回はスピーディーでドキドキ <laughs> あ、ね、あのしてよかったですね。まあねまあ、そういうことでねこれただ今あれなんですよねパート2がいつできるかわからないんでしょあ今ストでストでストで撮影が止まっちゃってでもち,ろんもちろんトム・クルーズもスト、まあまあ、には協力参加協力してるからやらないし。うん うん。まとで適当でながら脚本かもとまってるから、えもう出来上がってんじゃないの？いやいや、パートワンしか取ってなかったみたい。まいくらかかってるのに。えちょっでもパートツー来年公開とか言ってんで一年であんなのできないよね。絶対無理だよね。絶対無理だよ。取ってんのかなじゃあ。取ってるんだよある程度。本当。でももう再撮とかあるから絶対。そうそう再撮をなんかいろいろやる。だからきっと。 パート1公開してみんなのなんか反応とか見てまたちょっと変えるとかって考えてたけどそれができなくなったんじゃないおそらくそうじゃないと1年後にもう1回やるってなかなかできないよね,無理いよねあの対策は、まあ。ていうかすでにもうすでにもう無理じゃないかという感じですけどね。うん、なぜこの映画今までのトム・クルーズの映画の中で一番制作費がかかってるはい、はい、でこのシリーズの中でも一番制作費がかかってる。 なんか日本はすごい調子いい、世界的にはいいけど、アメリカがちょっといまいちだったよねあババ。バービーに負けてるんですかねいや、バービーに大負けですよ。バービー、こんな使い強かったんだって。バービー、すごいよね、まさかの。1>, 1億6千万ぐらいじゃなかった。まあ、来月、バービーについて。日本公開8月ですかね。はい、選ばれなかったし。 バービーに選ばれなかったんで、あの私は見ていないので。わかんないです。まあ、あの、え、本当。バービー選ばれたんで。選ばれた。選ばれた。はい、まあ、それは。選ばれたって言って、ね、あのトイストーリーのあれを言い出すよせ。あのエイリアンちゃんね、可愛い。はい、だからミッション、マあ、インポッシブルはそんな感じ。でそんな感じでいいの。 え、まだ。あと三分。あと三分もあ,るあと三分まで。いや、ほに、どう、どうでした。まあ。あの、フィアットのとこ良かったですね。なんか、でも、あそこさああ。あの、あれみたいで。<の>ルパン三世。みたいでああのルパン三世で時も行ったけど、なんかローマで、またやってるなと思って。あの、ワイルドスピードの、この間、ローマでゴロゴロ、車転がってたじゃないで誰 <laughs> もローマだったっけ。なんか,か、ね、最近、どうもさ、その。 えアクションのアイディアがなんかど, <laughs> どこまでゴロゴロ転がるとか坂を降り車で走り降りるとか、うん、列車の上でアクションするとか、うん、なんか割ともうさみんなやることやれることは大体みんなやってるからで、うん、アクション映画が結構今あのハリウッド対策で大体みんなアクション対策じゃないですかうん、うん、みんな、うん、それこそヒーローものとかも含めて、うん、だからなんか別にこれはあの 『ワイルドスピード』と『ミッション・インポッシブル』がどうだっていうことではないんだけど、うん、全体にこう同じようなアクションが出て、まあ、それの中で差異を競ってるみたいな、うん、で『ミッション・インポッシブル』はやっぱさすがにトム・クルーズ自分でやるから、うん、そこは考えてはいるとは思うんですよ、うん、さすがにねだけど全体としてなんかそこで新機軸がなんかあるかっていうと、うん、なんかちょっと辛いなっていう感じはあるな、うん、まあおそらく。 今言われて気づいたんだけど、どっちともローマだった。観光客はいなくて、誘致して、お金もらおうとしんじゃね。まあね、多分あの、で、コロナ。うん、コロナとかでね、あれして。ありそうですね。まあ、でもミッションインポッシブルは、大変面白かったですね。私的にはオッケーです。じゃあ、ツーに期待ですか。パートツー。そうだね。でも、なん、なんとなく、なんか。タイトルどうするんですかね。次はミッションインポッシブルデッドレコニングパートツーなるの。 いやそ,それ以外考えられないんない,いや分かんないけど,どパート3にするわけにはいかないじんいや,いや,いや,いやでも何かまあこれ,で、まあ、これで終わらないんだったらそうなれるんでしょうけど終わるんだったらもうなんかタイトル全然別なの,のしちゃうとか、ね、いや終わらないんだよ終わらないのあれで笑いたら困りあ<う>いやいやそういうことじゃなくてだからその「ミッション・インポスシュ」シリーズあ,あシリーズ自体がまだあのもうそろそろでもこれさ話続いてるじゃないですか、うん、でも誰も前の話のこと覚えてないでしょ あそれはワイルドドスピードと結いつ終わってもいいと思うんだよこれ別に今回でもう地球の危機は救ったオッケーグッドン最終終わりバンでまあそうね終わってもまあ終わってもいいシリーズはたくさんあるんですよ終わってもいいシリーズまあトムさんに、ね、は頑張ってほしいとねうんまあでもすぐ、はい、なんかでもほらやっぱり自分で本当にアクションやってる っていうんでトムクルーズぐらいじゃないですかスターとしてね、うん、ちゃんとあの<し>観客があトムクルーズのアクション見に行こうみたいな、うん、ビンディーゼルのアクション見に行こうって思うのかな <laughs> どうせスタントマンがやってんだからねあこういうことはできへんいや, <laughs> いやなちゃんダメですよ <laughs> 本人がやってるかもしれないまあ、<laughs> トムクルーズはまあそれあのノーランとかもそうだけど、まあ、本気であの映画館で自分の映画見てほしいと思ってるしですからね。うんうん そ,そ,のそうそう,そうその思いだけはまあ一応そうだからそういうあのそれをなんか観客がちゃんと分かってるところはすごいよね、うん、そういうつもりで作っても言ってくれないよう <laughs> <laughs> 映画もたくさんあるもんだから <laughs> はい、はい、そんな感じで、はい、じゃあやなちゃんの好きなパールはいパール、えー、パールどこパールあパールパールはい パールは柳田先生が。あ、これあそうそうそう。マキさんがあんまり<え>好きじゃないって、ね。いや前の X が大嫌いだった。ね、大嫌い大嫌いまで言う。うんうんなんか X いやなんかいなもんみたいなって感じ。<laughs> そこまでいや <laughs> 僕は X は皆さんが周りの人僕の周り結構みんな好きだったんですけどみんなが言うほど好きではなくてまあうん X に関してはね。ただパールは大傑作だなと思って。 で、うん、まあこれは素晴らしいってやっぱり宮越最高と思いましたねうんうん。そういろいろまあこの間ね話をしたんいろいろ話したんですけどやっぱりあのこれ本名だっていうのは何と言っても宮越ってい名前が <laughs> 名前がゴス生まれつきゴスなんてこの人やばいなと名字はゴスだよ、ね、名字ゴスさんお<ー>本名だなってうじゃこういう映画に出ざるを得ない名前が最初にこういうねのあの運命だったんですよ、うん、でね自分で脚本 脚本主演でえこれそうですよ前作その X の時は二役やって,やってた,ったあばあちゃんとね、うん、今回そのばあちゃんの若い頃の話で,す、うん、でこれがやっぱ誰が言ってやっぱあのてっきりその殺人鬼誕生編だっていうからんかその娘なんかねいろいろこうひどい目にあったりとかして、うん、あのついに頭おかしくなっちゃってみたいな。うん 話になるかと思いきや、うん、最初からこの人おかしい,いか。そう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 。完全に何一つナナ。ナチュラル防音ーナチュラル防音キラー。ナチュラル防音キラー。最初からサイコパスですね。そうそう、最初からね、<う>サイコパスだったってことが分かって。うん、こうなんか腑に落ちたっていうさ。<laughs> なんかその言い訳がましいのが嫌だから、うん、そこに関しては、ね、そういうす,ぐあのすがすがしい、えー、何の,あのためらいもない人との殺していく人でねんお,お母さんたちはそれをちゃんと知ってたって感じお母さんはしお母さんちはやばい人だったんですけど、うん、別にやばくないよお母さんだったら。 幸せな一生くれたかっていうとそういうわけでもないよね、うん、この人はっていうところがでもそんなひどい女なんだけどちょっとかわいそうなところもあるんで、うん、まそういうところがやっぱり映画っていいいなと思いましたね <laughs> なんだれこれは映画の良さだと思いますこれいやこれでえっと宮に殺されてててしまうって言ってもよかっ言もかた、まあ、全員殺すから大丈夫。<laughs> <laughs> 殺されてしまう映画の映写技師がいてはい、はい、それがデビッド・コレンス・ウェットっていう役者なんだけどこれが、えー、次のスーパーマンですねジェームズ・ガン、はい、の「のスーパーマン・レガシー」レガシーの主人公彼になったんですまあそれがあって私見たんですけどね<ー>まだなんか顔が顔がね ヘンリー・カビルに似てるよね似てるんだから最初がヘンリー・カビルでいいじゃんって思って <laughs> ヘンリー・カビル好きの私はえなんでんのまだ、あ、ヘンリー・カビルをクビにしたのはジェームズ・ガンじゃないでしょその前ですだからこれは若いであのまあ年若いからこの人、うん、来て若い時代のをやるんだよねまあそうですよだから仕方ないっていうこともあるとは思う、まあ、まあでも本当に分かんないですよもはやこうなるとこれ,これ俳優とも入っちゃったなうんあああ で、だから、DC のさ、うん、今後に関しては本当に何も分からないっていうか、うん、あの、しかも、その今のガン、ジェームズ・ガン体制が、いつまで続くかも分かんないじゃん。うん、っていうとあれなんだけど、なかなかヒットが、ね、ない。だって、しかもこれで、で、あんだけこうみんな期待していた、まあ、私大好きですけど、フラッシュが、ュまあ、あの、アメリカではこけた。 あれ桁になるのコ小桁になる。金使いすぎなんですけど。2億ドルとかつけてるんでしょ時間かかったからね、公開までにね。だからみんなコロナとかでお金かかってるのよね。だからさっきミッションが一番お金かかったって言ったけど、あれもコロナ対策ですごいお金を使っちゃって、延期になったりとか、そういうので、かさんでいったでフラッシュがだめで、で、次、アクアマンツ。 あれも「がん体制」以前の映画だけど、まあ、当然今の体制で見られるわけじゃん。うんうん、であれがあれもまたそうお金かかってるんですよねあ<ー>お金かかってでしかもまあいろんな問題があってあアンバー・ハードどうするとかいろいろあってまた多分取り直しとかしなきゃいけないしてるしするっていうことで、うん、だからひょっとしたら「スーパーマン」とかできる前に「がんクビになっちゃう」とかいうことは普通にありうるのではと今思ってるんですけど。 ガン好きの私がガーンですよそんなことになったら才能発揮しの間に終わっちゃうじゃあ、まあ、とりあえずブルービートルの期待ということでねあ,あ,あれは彼がやってないでしょあれもはい、はい、じゃあパールはそれぐらいで、はい、次はサントメールある被告サントメール,あ,メールある被告これちょっと渋いですよマキさんなんでこんな見たんですか <laughs> なんでってことないか なんはまあなん、まあ、あんまり人生に関係ない映画でしたけど <laughs> 思った通り。これはフランス映画でえー、っとなんだっけどこだっけセネガルセネガルから移民で、うんえー、自分の娘をなんか海で溺れさせて殺,され殺したっていうので、えー、裁判にかけられた女性がいてこれ実際の話なんですね。うんうん、実話で まあそれをえっとアリスリオップっていう若い女性、やっぱり今週も、えー、セネガル移民のフランス人女性監督なんですけど、まあ、彼女が、うん、その事件に興味を抱いて、その事件を元にした映画を作ったということですね。うん、そうですね。うん、まあその裁判の記録で、その裁判のこういろいろやり取りなんかは実際に。 行そのせセリフで言葉をそのまま使ったりしてるんですが、うん、なんかあでそれを、えー、取材してるお姉さんがいて、はい、妊婦のお姉さんがいて、うん、その人のなんか子供時代の話とかいろいろあるんだけど、まあ、<え>あれがその監督の分身ということですかかねでもななんかいらなかったよね。<laughs> <laughs> えこの人、なんで必要とか思うの別に特にコメントしないんですよね。そう、何もしなくて、なんかベッドの上で、あちから行っみたいな <laughs> あれーみたいな。<laughs> ないなあと、あとその、なんかその弁護士だっけ弁護士。弁護士がめちゃくちゃ雄弁じゃないですか。弁護士が、その彼女、こういうことをしたんです、こういうことを思ってるんです、みたいなことを言うと、うん、まあその、犯人、本人が言われて、泣き出しちゃったりとかして、その。めっちゃ誘導尋問じゃんね。<laughs> <laughs> <laughs> まあその弁護士があまり有弁すぎて彼女がいれば別に弁護士がいればしかも弁護士こっちにあのこっちに語りかけてくるんで最終弁論でカメラに向かって語りかけてくるじゃないですか「あなただか」みたいな感じで言ってくるからまあ当然観客に向かってね語りかけてくるわけでそれがあるとなんかあんま別にねあんま別にっていうかそのまさにその本来だったらその彼女の中身を。 われわれ観客に伝える媒介となるべき存在の,その記者っていうのが、の意味があんまりなくなってしまう,ああそう、ね。弁護士がいるからいらないって感じよね。うん、で、せ場もないしね、ただベッドで、<laughs> あお腹痛いって感じだけだったもんね。でだから私がね、嫌だったのは、うん、この15か月の娘をあの置き去りにして殺したっていう理由が、最後まで分からないんですよね。 え分かんなくていいのこれで裁判になってんの <laughs> とか思っちゃってその裁判で最,最,最初にさ、うん、裁判の最初にあの「私がなぜ殺したのかはあの裁判の中で明,明らかにされるといいと思ってます」とか言うんですよ、うん、あのその犯人の,お姉さん犯人の人が自分にはわからないみたいなことを言って私たちもこからないね <laughs> 明かです、あかされるのかなと思って見てたら、<う>特に明かされなかった。全然あかされなかったよ、だから見終わったら。<laughs> え、どうしたのみたいな感じになっちゃって、私。あれ、なんかよくわかんないな、な<う>、何がやりたかったんだよ、ね。あと、あと、まあ、面白かったら、やっぱ、あの、完璧なフランス語を喋るっていうことですねあ。あれをみんなが異常に言うよね。うん、すごい、みんなが、いや、あれは彼女のフランス語完璧だ。完璧だって、だから、ね。完璧,完璧なんだって <laughs> とか言って。 だ,いやだからっていうか、いや、フランス語が完璧だっていうのは、多分フランス人にとっては、めちゃめちゃ大きなことになのよ。<ー>見下してた、見下すはずの対象のセネガルから来た黒人の女性っていうのが、いやしかも殺人犯が、完璧なフランス語を喋る、うん、僕とかフランス語を喋れないから、フランス行くと、お前は虫かみたいな扱いを受けるんですけど。<laughs> あの僕も多分僕があのフランス語をしゃべると「お前は虫みたいな人間のくせに <laughs> 完璧なフランス語をしゃべるな」<laughs> そういうあのフランス人のすごい嫌な差別根性が出てて面白ねあ,あれね、うん、殺人者であるというよりもフランス語を完璧にしゃべる方が重要うそうそうそう <laughs> 人間だったのかお前みたいな感じねなんかよく分かんない映画だったな, <laughs> なんかこう,こう私こういう映画が なんかもうすごい映画作ってる感に浸って作ってるよね。<や>そこまで、そこまで言うの。あた、ね、こういうのダメなんそで。そこまで言うの。ただあのちょっとね。<laughs> ただちょっとそのなんだろうなこれ、まあその監督のまあその女性女性監督、女性黒人監督じゃないですか。うん、で、黒人の女性監督で、えー、まあ多分当然そのフランスネガル移民っていうことで、まあ、フランスでは終焉的な位置にある。うん 存在で、まあ、その、そういうのを映画に向かって、こう確認してる。だけみ、だけと言わないけど、確認するところで終わってる感じがするんですよね。まあ、ね。かさドキュメンタリー、とりゃ、よかったじゃん。元々もとだって、こう、ドキュメントにしたから。ドキュメントにすれば、よかった。そう。いや、まあ。まあ、いいや。じゃ、イノセンツね。じゃ、こかった。雑だった。はい、イノセンス。はい。はい、イノセンツイノセンスは まあ、大友さんのドーム, <laughs> ドーム、はい、これは、えっと、監督脚本がスキルフォクトといって、えー、私は最悪の脚本家だよね脚本家なんだ脚本家ですでえー、私は結構好きだったんですその人の初監督なのかな、うん、初監督作品あのドームですねドー,ムドームです、うん ただ、あの、団地感がドームほどないんですけどね。ねそうなんだよね。なんかね、あの、っていうか、ドームにインスパイア。そう、見る、見ると。まあ,ま,あまあ、まあ、まあ、いや。ドームにインスパイアされたと思って見たら。うん、ほぼドームなんで。ほぼドームだよね。あの、変なじいちゃん、ちっちゃいじいちゃんが出てこない,ぐらい、ね。そう,そう、そう、じい、じいさんが子供になってるんですよね。うん,うん。うん、まあ、子供のあれが、その変な、あの、あれ、ななんだけど。 あのアクションとかがほぼドームお前ドームを見,見ながら演出してないか」みたいな感じのぐらいっていうぐらいあのドームそのまんまなんで,、ね、でここまでドームなんだったらもうちょっと団地感あってもいいよねとで,でもほらタイトルはおしいさんみたいなセンスあれとかれもう聞いてみたいよねタイトルはおしい守で。<laughs> 中身は大友も勝弘ってどうなってんだろうみたいな感じになっちゃって <laughs>、うん、これはでも本当にねこれではそうそうここまでやんだったらですねドームの映画化にしてくれればよかったのにと思いましたねできないんですよあっちゃったからあいろいろ知ってるかも<え>でも言えないあそうなの <laughs> いやだからあれほらドームはさあの人とかが映画をするデルトロがやりたがってた、うん、でもあのやっぱ団地がないとまあそうなんですよアメリカないじゃんあんな団地ありますよある,あるあるあんなでっかいのがある、うんうんまあ、あのサイズかどうかわかんないけどあの何棟もあるような団地とかあるある,あるあるあるじゃあできるのかなやっぱあの団地が非常にまあね、うん、あなんかいろいろ思い出してきた 言っちゃいけないことを言っちゃいけないことをいくら思い出してきた。あ、であとでいく引き出しますすみません。あの皆様にはちょっとカッとしてすみません。まあそういうわけで、まあこれは私は結構あのほら話が大きくならないところはまあできないんだけど、お金物のこととかでもあの子供の世界だけで終わらせてるのは良かったな。そうですね。で、あの最終的に誰も知らにも終わっていくみたいな話になって。だ結構なんか。 うままくなんかいいですね。おしおんじゃなか大友さんの作品がこういう形で映画化されてっていうわけじゃないんだけどそんな感じ。はい。というところで次は何だっけ次はね。あそうそう。今日はねえっとねニュース的なところでオッペンハイマーの話アメリカで今。 バービーと並んでーー並んで大ヒット中のバービーが最初の3日間で1億6千万ドルぐらい行って、うん、その半分ぐらいで、うんまあ、まあでも時間がにあ時間も長いですねまあ普通に考えたら全然大ヒットだと思うんですよ、うん、で今までずっとワーナーで作ってて今回ユニバーサルなのよ、はい うんねっワーナーバービーワーナーああはいはい、はい、<laughs> そういうことねいやそれでオッペンハイマー、ま、日本の公開がどうなるのかどうなんですかん,なんかなんかあんまりあんま聞いてないねなんかウィキペディアを見ると東方東和と,とかもうすでに書いてんだけど、うん、それはだって普通にまあユニバーサルの映画はね。うん、だからでもどうなるかちょっとどうなんですかね、まあ、とりあえず直近にはななさそうな まあだからそのバービーがね、さっきも言ったけど来月公開でしょ。うん、でまあその普通に十一<月>うんかその上だと思います。普通にその、えー、公開の感じだとアメリカから一ヶ月後ぐらいに公開だから数だったりその週週記, <laughs> <い>記念日にあの映画はできないよねっていうことで,で、うん、まあまあやるならねどっちかですね。もうやるのは本当に八月六日にやるか。うん あのもういろんな批判を受けの覚悟でやるか、うん、まあやらないでそれ怖いからまあまあねだからでもこの、まあ、やなちゃんがこうやって出してくれたこのシャドウメーカーってファットマインドリトルボーイってやつ、はい、これが何年だっけ2007年,<お>年ぐらいかないやもうちょっと前よ本当 うん、90年代かそそうそうの作品でこれがやっぱオッペンハイマーの話なんですけど、はい、でローランド・ジョフィーが監督であのキリングフィールドでオスカー撮ってる、はい、でポール・ニューマンとかジョン・キューザックって、まあ、それなりの役者がちゃんと出てて、うん、パラマウンドがどっかの映画よね。そうです でにもかかわらず、日本はやっぱりビデオスルーだったんですよ。うん、で、まあ、なんで原爆を日本に落としたのかっていう話もいろいろ語られてて、まあ、その理由が、日本人の中ではえ、そりゃないだろうって怒る人もいるだろうっていう感じだで。 まあまあそうなんですけどこれはその主人公が一応ど、まあ、主人公はあドワイス・シュルツなのかなあのオペンハイマーなんですけど、うん、そのポール・ニューマンの、ね、スター的にねスター値段あの俳優の値段的にこうでかくなってますけど。あの 主役というか、メインに置かれていうのは、そのポールニューマンの方、軍人の方で。要は、そのポールニューマン、軍人、えー、っと、これグローブス大佐っていう。えっと、あ、えー、っとね、そのオッペンハイマーでは、マット・デーモンがやってる役ですね。ああ、ああ、ああ、ネイガーでね。役なんですけど、<laughs> そのグローブス大佐っていう、まあ、その、将軍か、グローブス将軍っていう。うんうん、まあ、要は、その軍側のトップで、うん、オッペンハイマーの上にいて。 その全体の指揮をやってやってた人えマットデーモンがそんな役やってるの。いやそうですよだってルポルニーマ前ポルニウマがやった役なんだからってことでしょええ。そうやって口説かれたんじゃないのいや断ってほしかった <laughs> <laughs> でもマットデーモンいいんじゃないかと思うんですけどねい,いいけど若すぎない,いやでもそんなもんですよそんな年じゃないもんだって実際のポルニーマンですよね トデーモンが将軍に見える将軍って聞くからまああごめん、まあ、それはどうでもいい。<laughs> すいませんプライベート。プライベートだと思ったら二頭兵だと思って。<laughs> <laughs> プライベートライアンかと思ってます、ねね。いや、だから、その要するにこのこの,の中では、そのまあ、ポルニューマンが主役的な感じでさ。で、割とその、 もう日本の排排泄最初はだからその要するにドイツがあの原爆を作るとやばいとうん、うん、だからゲドイツには先んじゃなきゃいけないっていうことで始めるんだけど、うん、その1945年いや44年の終わりぐらいにドイツにはもうできないとはいはいいうのがわかるわかるんですあのわかるんだけどそれでそれを連邦カナダで急報が来るんだけど、うん、それを握りつぶした、うんかよあれ つまりドイツねできないんだからもう原爆を作る必要性はないんだけど、うん、その光明心と、えー、なんだろうそのまあ軍内での立場とかそういういろいろあるからそういうのでつまり無駄金を使ったって言われたくないから実際に作るんだもあっでそれでえっ、ー、と翌年ついに VE デ、えーが1945年3月にドイツが降伏して。うん もうヨーロッパの戦争終わった、うん、じゃあもう現場なんかいらねえだろうってみんな思うわけですようん、うん、マンハッタンプロジェクトの連中も含めて、うん、だけどいやいやそれはいるんだって言ってだって日本は降伏するかとか分かんないじゃないかってエナちゃんそれ以上言わないで <laughs> <laughs> みたいなこと、まあ、要するに彼が公明心によってあの兵器としての合理性以上に、うん、あの 作ろうとしたそして実際に実験をね、うん、あの核実験をトリ,ニティトリニティ実験というやつですけどやろうとしたっていうのが、まあ、実はこうあの、まあ、描かれているというか語ってはいる昔見たきりなんだけどだから私はその何で原爆を落としたのかっていう説明をするシーンのあるその理由に。うん 私的にはすごく納得したんだけど。<laughs> 納得したんだ。<laughs> 私はすごい納得した、うんあで。でも僕もす思い納得したったんだけど。まあ、要はだけど、一般の日本人が見たらショックを受けるだろうなと思って。そうかな。いでもそれはさ、今のね、うん、今の我々に言、ね、ったら炎上しそうだから言って。いいと思うけど別に今の我々の あの価値観で考えると、うん、そんなことはひどいじゃないか人種差別じゃないかってみんな言うわけですけどうん、うん、当時、うん、戦争をやっていた、うんえー、アメリカ兵から見て、うん、日本軍っていうのは全く合理性のないことを、うん、で人全く人命自分たちの敵のじゃないよ、自分たちの人命すらどんどん無駄にするような形で。 そうね。うん、あのすりつぶして、本当に無駄に、まったく無駄にして、どんどんへい。命を、命の価値を全く何とも思っていない。ような作戦をどんどんやってくる。はい、あのちょっと狂った軍隊だと。そうですね。というふうに、まあ考えられていたんで。その別に、もう。千九百四十五年三月頃には、日本が負けるのは。誰だって分かっているわけ。です、うん、日本軍も分かってた。うん、実は。分かってたけど、やめられなかったわけでしょあれ。うん、日本軍としては。そうねうん、で、だから、その土地何度も、日本。 かから講和を求めているんじゃないかみたいな話があるんだけどそれにもかかわらずともかくあのこれを作って原爆を作ることによって日本軍にあの日本人にね、えー、決定的な力の差を思い知らせないとダメなんじゃないかっていうことを、うんまあ、ポール・ニューマンそれからグローブスは考えていて、うんまあ、ただそれに自分の公明心とかそういうのも入ってくるから、うん、純粋にそれだけではもちろんないわけですけど、うん、でもそういうふうに考えて しいたのは、当時のアメリカ兵は、みんほぼ、多分みんなそうだった、うん。いや、だから、あの、ポール、あ、じゃなかった。スピルバーグとトムハンクスが作った、制作したパシフィックっていう太平洋戦争の話。ミニシリーズがあって、うん、それを見ると、非常に。 この中で語られる言葉に納得がいく描写が結構あるんですよ。その沖縄戦が、今まで見た私は沖縄戦の中で一番すごいなと思った。うん、で、すごく上手なのは、あの、ガダルカナルから始まるんだけど、日本兵と アメリカ兵とのの距離感で全部描いてんの最初は草むらの向こうからで顔が見えないっていうのがだん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 ,だん顔が見えてきて進むうちに、うん、で沖縄決戦でもう肉弾戦になるわけ、うん、でそこら辺の描写がすごくてちょっと私はびっくりだったんですこれはでも傑作なので是非ご覧ください <laughs> あの、ね。ああののね この,この映画「シャドーメーカーズ」うん「フットマント・アンドリこれねあの、まあえー、と多分オペンハイマーの方がよくできてるだろうしこれ見たいんですけど、ねうん、これしワンシーンだけすごくこれネタバレなのか言わないんですけど、うん、あの気になってるのがあってであのこの「トリンティ実験」のシーン覚えてます覚えてない。トリンティ実験のシーンで まあこれは言わない方がいいんで言いませんけどあのものすごい今日これ貸して <laughs> あじゃあお持ちください <laughs> すごいネタがあってあ本当なのかと思って本当だったらでどうも本当っぽいんですけど、うん、あのいろいろその後でいろいろ調べてたら多分本当っぽいんで本当だったら多分オンハイあのノーランがそんなネタを捨てるわけないんで,で、ね、絶対使ってると思うんですけど。うんうん それがちょっと気になって、あそうでも見た人はあんまり何も言ってない、まあ見たもあんまり感想を読まないようにしてるからな。あ,<は>あのオペハイマ、んはいま、うん、あたしもあ,んま,りあんまり感想見たくないんで読まないようにしてるんで。でもなんかすごい濃密な三時間があっという間って書いてる人がいっぱいいたね。いや,いや、うん、あとなんかホラー映画みたいな恐ろしさがあるとか、うん、なんか私が読んだのはそこら辺のそのアメコミ映画にで慣れた絵。 なんか映画ファンはきっと度肝を抜くみたいな書いてる人もいたね。いやなんかポール・シュレーダーが21世紀最高の映画だって言ってました。え本当本当。そんな自虐的な。えなんですか。はい。というねはいぐらい由来期待してるんで本当やってほしいんですよね。私はすごい期待して。アイマックスでね。まあもうこの際だから8月かむしろ9月でいいか。もうアイマックスでかいの撮ってガンとアイマックスドルでいます。はい。 はい、はい、それであジェーン・バーキンあ,あのそしてまあはぶっこしゃ、はい、ぶっこしゃこの人先週は先月はウレンダ・ジャクソンをやったんですが、ね、ままあ今度ジェーン・バーキンがまさかのジェーン・バーキンが,がえと7月16日にお亡くなりになられましたまだ若いんですよいく,いくつだったの ?77? そうですね77 そうですね、まあ。若くもないか。まあちょっとね、今日あの今日じゃ昨日か。あの、あの人が。えー、なんだっけ。ん,かん、ま、<laughs> う誰か死んだまた。誰か死んだじゃなくて <laughs> あ<の>。<laughs> 知らないうちに誰か死んだのか。死んだんです。え、誰名前が出てこなくてすみません。何 <laughs> <laughs> それ。え、誰誰気になるんだけど。えー、私が好きな人いや、多分ん牧さんも。人生関係ないです。関係ない。

であの鳥小屋のシーンしか覚えてない <laughs>。<laughs> しかも鳥小屋のシーンあの。鶏の鶏小屋のシーンしか覚えてないんですけど、うん、なんでこれ見たのか自分でも。なん,で見たんですかこんな映画しかも風切りで見てるんだけどさ。マジで、うん、でもなんかきっと何かと日本立てだったんだと<ー>田舎で見たから。えーまあ、そううでしょうねこれ普通に特に当時はただの LA 映画でしょ えエロ映画だったかすら、その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 あのー、あれしか覚えてない。うん、すいませんあの。鳥小屋のシーンしか覚えてない。鳥小屋のシーンしか覚えてない。なんか、フランス映画って鳥小屋いっぱい出てこないそんなことはないと思うんですけどん。ジャンリートランチニアのなんかの映画でも、何の映画あの、鳥小屋、あの、鶏小屋がすっごい出てきてた。 ですかあれなんだっけジャンル・イトランチなアンのまあいいやあそれかなあれジャンル・イトランチアンそうそうそれがあれもあれも全く意味の分かんないけど、ね、ああそう,そうあれ,もあれだ,かだ,かだからフランス映画であれが出るとよくないんだよ<え>フランス映画で<え>きっと鳥声が出るんないあれイタリア,タリア,タリアかリアリあ,あ,あア映画だかあそっかイタリアかあれトランチアンが出てたからフランスけど吹き替えだったね確か

あとねカレードマ大胆不敵に出て,るてもうその映画は大好きな映画で、ね、私全然知らないんですけどウォーレン・ビーティーとスザンナ・ヨークが出ててタタルルルルジジの何確か「タルフォ氏の,のトランプで、はい、トランプに再興するんですよ、はい、なんでこんなの覚えてないの <laughs> こっちはこっちは鳥小屋しか覚えてないですね どういういことななんんですかなんかそ私はウォーレン・ビーティー大好きなんで、うん、とてもそれは楽しかったんですけどね、うん、でもそれに彼女が出てたっていうのは全然気づいてますね <laughs> 正直な話あのジェン・マーキーの人生の中でもそれほど重要な映画ではないと思います、はい、そうですね、うんえー、有名なのはきっとこの「ジュテーム・モア・ノンプル」プリューですね、まああのー、まあでもどっちかっていうとやっぱり歌手としての方が大きかった映画 映画女優になってからだと、まあ、あのアニスバルダの映画とかねでいろいろやってましたけど何も見てないと思う <laughs> 僕はあのもっぱらこっちの方、えっと、でもこれこれとかですねジャックリッ・ックリベットの映画とかでうん、うん、これは「地に落ちた愛」というい、えー、これなんかねちょっと面白い映画でなんかその 彼女と,、ねえー、とジェラルディンンチャップリンか<ー>ジェンバーキンのジェラルディン・チャップリンとなんか誰か男と3人で、うん、なんかその人、えー、ん家のアパートの部屋で芝居をやってる、うん、だから観客が10人ぐらい、まま、あの2人か3人かで芝居をやってるのを観客が。 あのばーっと周り囲んで見てて、うん、でその歩いていくとそのまま一瞬の関係が,ついが隣の部屋について行って隣の部屋でまたこっちでやってみたいな。実実験実験的的なな映画なのっていうかそういう芝居をやっているところを撮ってでそこからまあ話が始まるっていうので<ー>その,あの,あのアパート演劇芝居、まあ、なんかちょっと前衛演劇みたいなんですけどちょっとそこはよか面白かったですね。 ジャック・リベットのね長い長い映画にいろいろ出てる人ですね、はい、美しきいさかいめは好きだったんですが、はい、彼女が出てたの知りませんでした <laughs> みんなねエマニュエル・ベアールの方しか覚えてなくてミシェル・ピコリとエマニュエル・ベアールだったんだっけミシェル・ピコリの奥さんがジェンーン・バーいん <laughs> そういうことが多い気がしますねはい

人たたちが集まって作っっってて作感じだった、ねうん、私あのブッチャーボーイのねあのマリア様役っていうのがもう素晴らしいのほんけ天才だなと思ってブッチャーボーイねそブッチャーボーイ大好きな映画なんですけど、うん、あれでその、まあ、あの当然ね死にどころな反カトリックだから、うん、の人、うん、マリア様っていうで,さでまたシにどころ自身はめちゃくちゃ美人だからの人がだからかつらかぶって青い かぶると本当にこうあの美しいマリア様に見えるんですよあ<ー>。ああ、分かでもブチャボーイ見たんだけどな、うん、ニール・ジョーダンね。そうそう。マリア様が来るとね、<う>あやばい、これ来ちゃった、マリア、あそのブチャボーイっていろんな幻想を、うんね、見ちゃう人なんで。 そのいろんなものをやっていくんですけどその死人同行のマリア様が来ると「あこれは来,て来たらやばいやつだ」っていうやつを観客をみんな思う,うニール・ジョーダンもいたあのアイルランドの監督だからねそうそう、うん、あれは傑作だったんです、うん、今見れないの残念ですねーね昔 あれはビデオシルーだったのよ。公開できなかった。まあいろいろあったんです。そうだね。あの時もあの時も。きっと家を探したらビデオが、サンプルビデオが出てきそうな気がする。ちょっと今度。はい。はい、そして、これです。もうこれです。もうこれです。あと10分しかない。しゃべりました。いろいろしゃべっていけないことをいっぱいね。大丈夫です。というわけで、三千歳はどう生きるか。真木さんは マキさんどう行きます。<laughs> まあ今まで通りかなみたいな。まあこの宮崎さんのを見てちょっと人,人生が変わることはなかったですね。特に,特に、えー、全然なかった。変わってる人いるんですか。いやわかんないけどあの若者いっぱいあの元気にお腹出してる女の子たちがいっぱい来てるのを見ると。うん 宮崎さんにちょっと人生をどうにかしてほしいとか思ってんのかなとか、ちょっと思っちゃった。いや、別に思ってないと思うけどな、思ってんのか。いや、いでも、だって、別にそういう役じゃなかったじゃないですか。全然違います、ね。え、ね、そうそう、みんなさ、これ見る前は、なんか宮崎さんに説教されるのかなとか思って。いくと、いや、まあ、僕はこんな感じだったかなみたいな。うん、そういう、こうゆるい感じのね。<laughs> <な>ゆる,い、ね、ゆるい昔話をじいさんに聞かされてる感じのあそうだからなんかねやっぱりあのな,なんだっけ黒澤明の夢みたいな、はい、それみんな言うよねやっぱねうん,なんかやっぱじいさんになるとこんな映画を撮りたくなるのかなみたいなうんでも黒澤明の一作が夢かと思ったその後に撮ってたねマーダ大王マーダ大王マーダプ。王8月のラプソディいいじゃないあそうかそうかマーダイプの違う、ま、だだ夢え違うよね夢マーダイプじゃないの 夢だ,だよなの、うん、多分8月,8月のラプソディー8月のラプソディはあのばあさんが土手かなんかを傘さ,さして走るシーンしか覚えてないね。まあいずれにせよあれですよね、まあ、夢が最後ではないということそうだから宮崎さんも,も次が次がある次があるってことなんじゃないかなって思う。はい、まあなんか 宮崎さんってすごく絵に力がある人なんだけど、はい、今回はあんまりなんかそういうすごいパワフルな絵っていう感じはちょっとせずに、まあうん、むしろなんかすごくやっぱみんなアニメーターの人たちが言ってるのはすごくリアルになったなんか一瞬高畑さんの作品でも見てるのみたいな感じ。 に言う人もいるのよだからこう演技のつけ方がなんかやっぱちょっと今までと違う感じタ、はい、さんがお亡くなりになったんでちょっとやりこれまでああいうことやってみたかったみたいなことがやっぱりこれあえてやっぱり高さん怖いからい違うそう怖いからそ真似はできなかったんだけど、うん、亡くなった今はちょっとああいうことをや,りやってみたいみたいな。いやおそらくなんか作家が本田武しさんでてはい、はい、人でなんかそれもちょっと、うん。 割と関係してんのかなとも思ったけどだから今まで宮崎さんはほらパワフルな人だったから自分で全部書き直してた時に今回はやんなかったってねあんまりやんなかったってそうそうまあお年なんでなかなかそこまでできなかったみたいな話らしいんだけどだから何かすごく不思議なのはみんなが見てる人がこれネタバレになるかもしれないからでネタバレネタバレってみんなが異常に。 なんか私も見る前にネタバレに「えこれ言ってもいいかなネタバレにならないかな?」とか言ってる人がいっぱいいて、うん、映画見たら「えストーリー別にないからネタバレもどうでもいいんじゃない?」とか思って <laughs> え「なんでみんなネタバレネタバレ言うんだろう?」とか思っちゃって <laughs> それで「米津玄師」のね、はいうん、主題歌ってどうだったのとかって聞くと「 え、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 どこにかかそれもちょっとみたいな感じみんなの反応の方がなんかちょっともうなんかね最後にかかったけどあんま印象に残らなかったね,たねだから今までの久イ石イさんの主題歌偉大だったんだなとか思うよね <laughs> いや正直思いましたねだって「ポニョ」の曲とか今でも笑う歌えるでしょだけど 歌えないよねもう忘れましたよね。だからちょっとそれもどうなんでしょようやく今回でね、覚えた、もう忘れたけど、米津玄師米津剣前最初が濁って、あとが。ここにちゃんとほら、ルビー振ってくれてんじゃん、読めないから。絶対読めないから、これ。米津うん特に記憶にない。 なんかでも僕ちょっと全体に、ね、やっぱりなんか年取ったっていうか,なんかそ,のそれこそ,まあそれ自分でかけなしてないっていうことなのかもしれないんですけど、うん、あのアニメーションシーンがもう一つこうちなんか力にかけるかなっていう感じはちょっとあって、うん、年取ったのかなとか思ったんですけど、まあ、自分が、ね、直してない点が大きかったんですかね。うん、そあそこはちょっとねでも本田さんはすごく上手な人で。うん、日本の だからただそのやっぱタッチが宮崎さんのあれ,あれとはなんかまた違うのかもしれないしちょっとそこら辺よく分かんないんですけど、うん、ただなんかこう、うん、まあでもねそのそんなアニメ監督いないですからねそのつまりアニメーターのせいで変わったんじゃないかタッチが変わったんじゃないかって言われるような監督って。 そ,そこまで個性が強いっていうことでしょ宮崎さんが。そうというか自分で全部やっちゃう <laughs> 個性が強いっていうよりも自分で全部やっちゃう,う <laughs> エゴが強い,いうそ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 う貸 <laughs> してみろって言 <laughs> 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 って全部ガて書いちゃうからだからみんなが手法になっちゃうっていう噂もあって <laughs> まあどこまで本当なのかよく知らないんだけど。 なんかほらよく、ね、あの春巻き春巻きだっけあの千と千尋の春巻きの食べ方が、はい、うんぬんかんぬんって言ってなない,いなんかその食べ方あの千と千尋の一番最初に豚さんになるじゃんお父さんとかさん、はい、でその時いろいろ食べるでしょ。 中華料理をを、うん、その時、まあ、の春巻き食べるんですよ確か春巻きだったと思うけどでその食べ方が違うって言われて、うん、アニメだえどう違うか分かんないみたいに縦 <laughs> から食うとかそういうでこれをこうやってこれはどうですか違う <laughs> でもなんかそれをすごい何回も繰り返したみたいな, <laughs> なんか逸話が残ってんだけど、うん、まあ実際はどうなのかよく知らないんだけどさまあなんかそういう逸話はとても多いアニメ。 監督っていうか、うんうん、宮崎さんはねでもまああのどこなのかなと思ったけどストーリーとかあんまないけどまあそれなりにあ私はね、うん、<laughs> こんなこと言ったらあれだけどあの鳥もいっぱい出てくるじゃないインコに相当嫌な思いしてんのかなとか思うじゃないですか。ねうん、でとあとペリカンはい とかなんかまあ、このアオサギみたいなのいろいろ出てきて、うん、おしいさんの「ご先祖様万々歳」というミニシリーズがあるんだけどなんか私あれとすごい似てるなとかあれも鳥がいっぱい出てくるんですよ、うん、ペンギンとか。で出てきてあと「カッコが出てきたかなちょっと覚えてないんだけどすいませんもう覚えてない映画ばっかりで申し訳ございません。<laughs> あの僕はあの他で,他ででででないいすあのブラックホールというとうころで えーまあ、この映画の話をした時に、うん、視聴者の方から、うん、三鷹はインコがすごい、うん、あの逃げて自然発生してめちゃくちゃ増えていつの話今今今今今三鷹の辺りとか地上とか三鷹の方で、うん、インコがすごい害をなしてって有,有名らしいんで大変らしいんですよ。 あそれマジの話<え>マジの話野生のインコがいいっぱいいるい人間が話したやつが,そが広がっちゃってうん、うん、なんでそれであのインコ憎んでんじゃないか宮崎駿っていう説が出ていましたよ。<laughs> あそうなのかな。<laughs> うん、インコすっごい悪人ないです何であんなインコ悪人なんだろうっていう。そう<え>だからなんかそのおしいさんのご先祖様はまずは、まあ、まあ鳥もいっぱいなんか出てきてプラス、うん、あと あのご先祖様っていうぐらいだから未来からマロコって人が現代にやってきて、うん、そこでちょっと何となく近親相関っぽいところもあっ今回もあったじゃんまあお母さんですからねヒロと広いそうそうだからなんかねちょっとそれを思い出して今度おしいさんに会った時に聞いてみたいんだけど何せご先祖様大好きだった割にはよく覚えてないんでそれがね<え>この DVD を買おうと思ったら7万もすごいんですよ 一応あるかな。え、なに。私、おじいさん好きになったの、この。ご先祖様、見て、で、その時電話インタビューしたのそれなのに、あんま覚えてないひどいよね。ここで言っちゃったら、もう台無しですよ。いや、でも、すごい覚えてる。お前、見て、お前、覚えてないのかよ。いや、でも、いろいろ、いろいろ覚えてますよ。いろいろ。いろいろ覚えてます。すいません。って感じですね。 そうですね僕はあ,のあそこがね、えー、となんだっけあのなんかあの変なぽよぽよしたやつがさ「わらわら」「わらわら」「わらわら」が空を浮いてってあれがその生まれ変わって魂になる,んだ、ね、魂になるとか言うとそこにあのペリカンが来てパクパク食っちゃうって「うん、やめろ!」とか言ってペリカンそれてっきり「ペリカンが来た」って言うからあれでペリカンがあの、うん 地,球地上に連れてってくれるとかそういう牧歌的な話かなと思ったらバンバン食ってるやめろとか言って <laughs> 壊れちゃうのかって言ってそこ,であのそこに,そこにあのお母さんがやってきてお母さんがいきなりこうバーンとかやると花火が上がってうん、うん、花火が上がってバーンとあってあのやったーとか言っててっきりじゃあペリカン追い払ってるのかと思ったらペリカンとわらわらとまとめて全部まと焼き払っちゃうじゃないですか <laughs> 頭おかしいのかなこの人と。<laughs> <laughs> どういう発想でこんなことができるってそれが妙にの花火とかになって花火になって <laughs>、うん、なんめでたそうなんですよ。祝祭感があってでも焼き殺してんだけどなんかわらわらも一緒に焼いてるしと思わらわらもこう白いやつがなんか昔もうちょっとああいうキャラクターって宮崎さんすごいちょっとこう動きとかね、うん、なんかもうちょっと作る造形的にも作るような。 マクロクロスケみたいにさ、はい、あるけど、なんかそこまでなかったよね。うなんよだか,ねなんか全体に追い込みがないなあっていう感じがすごくあって、うん、まあ、ね、ところどころそう,う狂ったシーンがあって、っそこが弱かったですね。あ、だってあのインコのなんか殺されそうに連れていくじゃないですか。はいはい、そしたらこういうなんか祭壇みたいなね。うん あれが、こう、血が、血のりがベタンってついてる感じじゃなかった。<laughs> なんであんなことなってるのがよくあるんで私、あの、アルカ、えあの、メル・ギブソンのアポカリプスとか思い出しちゃった。<laughs> えあの祭壇ですか <laughs> はい、はい、みたいな。<え>あ、あそこら辺はそういうっぽい感じで。それでいて、インコが無表情なのが気持ち悪いじゃない、うん、なんかああいうのがすごい印象的でしたね。うん なんかね、そういうじ、まあ、いさんになったらこんな映画を撮るのかっていう話になっちゃうんですけど。そうそうあそう話をしようと思ってたことを全然忘れてましたねそ,うですよそれで、うん、これから無理やり話がなぜかジョン・ヒューストンの話になっちゃって <laughs> <laughs> まあなんかこういう終焉。 この間、話したときにまあその映画監督のね最後の方でかちょっとさいあでどういうふうにいくのが映画監督美しいのかみたいな話でやっぱそのなんか弱い映画を作るよりはやっぱ最後まで映画監督としてねでそのねジョン・ヒューストンね最後、酸ブボンベを使いながらずっとえその火山の,火山のでそ、えー、ダブリン市民。ザブリ うん、そうあ、ね、そういうだから、まあ、81歳ぐらいで廃棄種で亡くなったんだけどやっぱりイーストウッドがやっぱジョン・ヒューストン好きで「ブラックホワイトハンターブラックハートも」も、はい、アフリカの女王の時の彼の話をかですから、ね。 まあそれを映画化してるぐらいで、で、まあインタビューした時もジョンヒューストンはすごい憧れの監督で、まあ彼の作品に一度は出てみたかったとは言ってたのよ、うん。それでフランクキャプラーは六十歳でもう引退しちゃったけど、僕はあれはよくわからない、うん。できればジョンヒューストンみたいに最後まで、うん、えっと酸素ボンベを持っても映画監督でいたいっていうのがなんか自分の理想の、うん 監督像だ、監督の終わり、うん、終焉だって言ってて。はいはい、もう実際九時いくつだけの新作のことを考えてるから。<laughs> 本当そのまま言ってるなと思って。ねうん、でもクロネマ号もそう言ってたんですよ。そうそうそう。ジョンヒューストン憧れたよねってってた。みんな憧れるよね。<laughs> ジョンヒューストン、まあ。クロネマ号が死に方がだと思いますけどね。死に方だね。でも。あのジョンヒューストンって割と男っぽい映画いっぱい作ってる人だけど、実はその。

まあその崋山のもとですねあれも好きだっったなししとりしてたよ、ね、だからなんか皆さんやっぱり憧れるみたいで私があのマイケル・ケインにインタビューした時も「まあ、マイケル・ケインすごいキャリアが長いから一番印象的だった監督は誰ですか?」って聞いたらやっぱりジョン・ヒューストン彼の声は「神の響きだ」だ <laughs> と言ってて <laughs>、それなんだって思うと。<laughs> 彼が言うと、不可能も可能になるような気がする。ああここでこの撮影とか、やばいんじゃないですかってああ。いや、大丈夫だって、分かんないけどね。そういう感じでやると、本当に大丈夫な気がすると。言ってて。は何の時に出たんですか。うん、王になろうとしたああか男でて、はい。なるほどね。そう。まあ、あそこだと。 神の声って。<laughs> そう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 、あそこだったよね。<laughs> そう。なんですよ。もう私も王になることをした男大好きだった。え、あの、ショーンコネリーとマイケルケインとクリストファープラマー。がキプリングやってたんだよね。いい映画です。うん、いい映画でした。って感じですね。だから、みんな。監督はジョンヒューストンの晩年を目指そう、はい。いいそうそう。だ、まだ、あれですよ。あの。いや、で、かもね。

死んじゃったから、ねはい、まあそれもあるんだけど宮崎さんはそんな感じじゃなくてまだまだ、うん、まだ,まだ,まだガンガンいけそうで、まあ、日本のためにも頑張って <laughs> もう一本ぐらい、ね、もう一本,本作ってほしいですねと思いました、うんはい、で宣伝費ゼロだけどまた大ヒットしそうな感じで、うん、さすがジブリさすが年をはい。<laughs> <laughs> はい、というところで今日も、えー、と長々とやってまいりましたけどいやー何しったかもう <laughs> 覚えてませんね一応、はい、なんかほら覚えてるとなんか落ち込むのであ、はいま、その場あそ,はその場で忘れていった方がいいかなと,、はい、っとそうですねオッペンハイマンは早く見たいということでそうですけど えー、一応先ほどのもう言いましたけども8月の、えー、最終週ぐらいそうですねで、えー、といろいろと8月ですから8月公開映画はいろいろあるんですよねバービーと選ばれてないヤナちゃんが選ばれてないバービーと <laughs>、はい、そうそうこれあの選ばれてるのに行ってないトランスフォーマーですよ<笑><笑>はいあそうなのこれ選ばれてないよ嘘トランスフォーマーよ、うん、来てないと思うよ来てるよい でトランスフォーマート何って言ったっけ、えー、あ,とあとクローネンバーグの新作が、ね、あクローネンバーグの柳下さんの大プッシュ作品これ一押しですまあ変態度爆発って感じですよ、ね、久々のねあの久々のなんか体をぐちゃぐちゃ意くって楽しむという,うタイプのホラーもうキャスティングも良かったよね良かったですね、うん、であとはなんか皆さんやっぱ邦画がね<あ>いろいろで、はい

なぜか私と柳田さん見てしまいました。はい。まあ私は I エイが得意なんでまあ大体見ますけど。私はあんまり見ないんですけどね。うん、<laughs> まあこのために方外一本見といた方がいいかなと思って見たんですが。でまあそこら辺をラインナップしてまた来月の月末あたりに、はいえー、お会いできればと思っております。はい。え？これおいおいおっしさんの方どうするの？ おしいさんの本でーす。<laughs> ね、好評好評発売中。好評発売中。売中なんかねあの宮崎さんのネタの部分が文春かなんかでバズってましたよ。あ,あの豚み豚カツの話豚みみんなあれそんな面白かったのかな <laughs> ちょっと私としてはえっそれそんな面白いとか思ったんだけど、ね、れこれ読んであれなんかすごいなんか話題になってたんで読んであれなんかこれは知ってるぞれこれ以上とあ。あ <laughs> のさんとかあのメンバーがすごかったから、まあまあまあそれもあるかもしれないし、前田ままひろさんとかあそこ、文春ウェブで抜粋が出てそしたらなんか本が突然、ね。あれしちゃってさすが文春様。さすがいろんな人の人生変えてるだけあるよなとこ思って、ねマキさんの人生も変えてほしいと、え？はいあそうかよろしければ私の人生もねはいチャンネル登録。 評価をね、高評価のお願いよろしければコメント、はい、チャンネル登録高評価をお願いします,します私たちの続ける糧になります。というところではい、はい、ではまた今日もありがとうございました、はい、また次回よろしくお願いします。